こんにちは、こんばんは、赤髪の友です。2015年12月31日大晦日、2015年最後の日にモンストのガチャを引きたいと思います。大晦日限定重心祭10連初回のみ、星6キャラ1体限定、1体確定ということで、前に今年最後の運試しってやったらダッキが当たったんだけれど、まだ運は残っているのかどうか、まあ、星6確定だから絶対いいやつは当たるけども、そのいいやつの中でもうさらにいいやつをね狙っていきたいと思います。欲しいのは、あれ、天草でいいんだっけ、天草四郎が欲しいですね。あとアーサー欲しいな。あとはアーサーが欲しいな。あのダメージオールと、重力バリア両方ついてる、アンチついてるやつが欲しいですね。てかちょっと声が寝起きなので声がガラガラかもしれない。では、早速10連ガチャ引きたいと思います。てい、てい、え、確定ってなってないけど確定なんだよね。せーの、いいの出ろ、いいの来い。どこだ、1個目の卵が星6なのかな。よっ、あ、違う、最後か。え、途中で来るの絶対星4でしょこれ。名前忘れたけど見たことある。おう、お、どこが途中で来る時があるの。あ、わかんねえ、星4っぽいけどどうなんだろう。おう、おう、お、え、でも途中でもなんか欲しいけど。あ、モンストブライト、これか。もうこれ進化済みじゃないのかな。あ、神化かわかんないけど、あ、やった、マインスイーパーだ。じゃあ、あ、じゃあマインスイーパーだ。これは星4、これは、あ、バッハ星5、あ、強いじゃん。あ、緑か、やった。あ、違う、水の星5がないんだ。スサノオしか持ってないんですよね、ガチャ限定は。バッハはどうなんだろう、強いのかな。魔封じがついてるけど、バッハを検索。バッハ、まあここの評価が全てではないんだろうけども、あんまり強くはないみたいだな、残念。あとあとの修正、強化修正待ちかな。で、星6はモンストブライト。え、マインスイーパーしかついてなかったっけこれ。あ、神化か、これ進化の方のが強いのかな、モンストブライトは。なるほどね。で、あれ不動明王適正なんだ。あ、村雨も適正なんだ。あ、やった、あ、いいの当たった、いいの当たった、あ、いいの当たった、いいの当たった、あ、これはいいの当たったわ、よかった。だけどこれ神化だから進化にスライドさせなきゃしょうがないのか。という感じで、2015年最後の運試し、モンストブライトとバッハ。バッハがちょっとまあ当たりっちゃ当たりだけど残念でしたけど、強化修正待ちということで、モンストブライト手に入れられました、よかった。あと、ここでガチャ動画終わりなんですが、ついでに、2015年を振り返っていこうかなと思います。カット、はい、カットしまして、2015年の振り返りコーナーを、ちょっと駆け足ですがやっていきたいと思います。ゲーム実況動画に関してではなく、なんか自分がこう、ゲーム実況動画に関してになるのかな、自分がこう公式的なのに出させてもらったりとか、なんか印象に残ってる、ことを話していこうかなと思います。まず2015年の1月、年明けてすぐですね、マックス村井さんの、料理対決に、ね、呼んでもらうっていうのがありました。これはニコニコ生放送で、配信された、マックス村井さんと、キヨさんと赤髪の友のチーム対、川越シェフっていう、まあ、プロ中のプロの方の、と対決するっていう、なんとも無謀な対決だったんですけれども、すごい盛り上がって、とっても楽しくて印象に残りました。またこういう機会があれば、ぜひ挑戦させていただきたいなと思います。2月
特に公式的な動きはなかったんですけど、ボイトレを頑張るっていうのがとっても頭には残ってるかな。寒い中東京に通って先生のレッスンを受けていました。で、次の月3月、ここで、ダイヤモンドを配信、マイクラウィークの途中で配信しましたね。今450万再生を超えてるのかな。で、2015年の音楽動画の YouTube のトップ50に入りました。確か48位だったんですけど、すごいすごいことになってしまった。これはびっくりしました。でそんな感じで3月はダイヤモンドを配信しました。4月は、特に公式とかには出演とかなかったんですけど、ラブさんと京都へ行って遊んできました。これは自社チャンネルにね、あの動画残ってるのでよければ見てください。ラブさん京都の人なんだけれども、僕京都全然知らないですよって言って、なんか何もかも初見の感じで、本当に初見だったんだろうなあれは何も京都を知らない京都人のラブさんと一緒に京都を遊んできました。5月ゴールデンウィークでゲームウィークっていうね、企画がありまして、そこでボビーオロゴンさんと一緒にマインクラフトをやりました。めちゃくちゃ緊張したけど、とっても気さくな人で本当に面白い時間で、あっという間に、収録が終わってしまったような感じですね。6月はですね、この月に、2ヶ月後に配信される夏キャンプの、動画の撮影で、あれは奥多摩かなに、シュリスさん、トフさん、ペイントさん、ラブさん、アチャミさんと鏡の友6人でお芝居をしながらマインクラフトをするっていう前代未聞なことに挑戦しました。キャンプ動画、夏のキャンプ動画って言われているやつなんですけれども、再生回数はどれくらいいってるのかな、かなり伸びていて、まあのそんなことする人がいなかったんだろうけど、演技しながらで、かつあのプロの、ね、方に編集もしていただいてっていう感じなので、どこだ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 、あったパート1は90万再生で、これがパート4つもあるって、 NG 集というか未公開集はあともう2つあるっていう動画シリーズなんだけれども、すごい伸びたな。いやでも面白かったな。みんなで魚釣りしたり、バーベキューしたり、カレー作ったり、とってもね、なんか童心に帰るというか、何か日頃の嫌なことを忘れて、とってもみんなで楽しめたかなと思います。その次、7月、あ、これは6月収録で8月配信だったので、次の次は7月は、ちょうど誕生日に、7月23日誕生日なんですけれども、誕生日に、スイカでサメを作るっていう動画を実写チャンネルの方で投稿して、これがなんかすごい伸びて、今これは90万再生、またこれもすごいヒットしました。スイカサメっていうのをテレビとか、いろんなサイトで取り上げてたのを見て、自分でも挑戦してみたんですが、なんか知らなかった人も多かったみたいで、ツイッターとかではトモさんの真似して作ってみましたって言って、写真付きツイートをね、みんなから送ってきてもらったり、とっても印象に残る動画となりました。次の月8月はマイクラウィーク2っていうのをね、 YouTube 公式ライブで配信されまして、そこに何度か出演させてもらいました。その中で夏キャンプとか、いろんな企画公開したんですけれども、あ、それ巨大日本地図建築とかもね、リスナーさんと協力してやったりとかもありました。中では、伊集院光さんとマイクラをするっていう、芸能人の方とマイクラをやる第2弾的な感じで、これもね、めちゃくちゃ緊張した。めちゃくちゃ緊張したけど、伊集院光さんのそのおしゃべりがやっぱりプロの方ですから、とても上手で、引き込まれるような、あといろんな経験をされている方なので、その一部をお話しいただいて、とてもためになりましたね。いや、なんか動画として残ってるんですけども、動画になってない部分でもめちゃくちゃ、動画になってない部分の方が多いかもしれない。すごい面白かったです。いやー、これは本当にいい経験をさせていただきました。その次9月、これは東京ゲームショーでリアルイベントに、参加させていただきまして、初めてリスナーさんの前に姿を現して、ゲーム実況をすると、ステージの上に立ってゲーム実況をするということを、緊張したんだけれども、でもスプラトゥーン大会で、いろんな投稿者さんの中から優勝をさせてもらって、と対決して優勝して、いやー、すごい嬉しかった。今年一番はしゃいだかもしれない。
いやその中ではと、ドラクエビルダーズっていうのをやらせてもらったり、あとは、マインクラフト PE をね、ラブさん、シュリさん、ペイントさんと4人でやったり、ヒカキンさんとはじめ社長さんと、あとセイキンさんとモンストエクスプロアをやったりとか、いろんなことさせてもらった中で、やっぱスプラトゥーン大会で優勝したっていうのが、あのつなぎのね衣装をみんなで着て、あれは思い出に残ったな。すごい濃い時間だった。その次10月は秋キャンプをしましてですね、ラブさん、あ、ラブさんは来れなかった、そうラブさんが来れなかったんですよね、残念。豆腐さん、シュリさん、ペイントさんと4人か、赤髪の友の4人で、夏キャンプをしまして、川口湖の周りでね遊んできたんですけれども、これもまた動画になっていてとっても面白かったかなと思います。ここら辺から確実にもう足跡さんの餌食になり始めましたね。まあ足跡さんの餌食に最初になったのは夏キャンプで、その次東京ゲームショーで餌食になって、秋キャンプで確定的に餌食になったような感じですね。早く足跡被害者の会を発足させなければいけません。その次11月、これは YouTube をやってきて、今はもう6周年6年なんですけれども、11月チャンネル登録者数100万人突破ということで、そのドッキリ動画も投稿されてるんだけど、いやー、まあ6年やってきて100万人っていうところまで行くとは思わなかった。まあ、もちろん自分だけの力じゃなくて、動画を盛り上げてくれてる、いつも出演してくれてるみんなとかもあるし、リスナーさんの支えもあってっていうことなんですけれども、いやー、まさか100万人まで行くとは、非常に感慨深いものがあります。またね、来年もう少し増えるように頑張ります。まあ、200万人は無理だろうけれども少しでも近づけるように頑張ります。そして12月、今月はもう直近なんでいろんなこと今頭に残ってるけども、とっても面白かったなってものは、秋キャンプ、あ、夏キャンプか、またラブさんも来れなかったんだけど、夏キャンプマイナスラブさんのメンバーでサバゲーをやったことが印象に残ってるかな。これもね、カメラで撮影したので、これは今年間に合わなかったんで来年動画にすると思いますけれども、1月中に投稿するとは思います。楽しみにしていてください。サバゲーをやったのが面白かったかな。秋葉原の遊び場っていうところでやったんですけれど、なんだろう、とっても店員さんがね気さくな方で面白く撮影できたんで、編集頑張って2、3本動画投稿できればなと思います。ちょっとね声がね鼻詰まりプラスガラガラなんで聞きづらいと思うんですけど、まあ、振り返ってみると2015年こんな感じかなと思います。その中でも一番印象に残ってるの3つ挙げるとしたら、3月のダイヤモンド配信、これは本当近藤先生と、あとボイトレ動画のスタッフの人に支えられて、できた動画ですね。 40mP さんに作っていただいて、大将さんにミュージックビデオを作っていただいてっていう、いろんな人に協力をしてもらったダイヤモンドっていうのと、あとは東京ゲームショーで、初めてステージの上に立ってみんなに見られながらっていう緊張する場面でゲーム実況してスプラトゥーン大会で優勝したっていうのは本当に嬉しかったですね。あと3つ目は、6年間やってきて YouTube のチャンネル登録者数が100万人を突破したっていうのがとっても印象的でした。本当に皆さん2015年皆さんのおかげで楽しんで過ごすことができました。ありがとうございます。2016年もよろしくお願いします。やり残したことといえばですね、サブチャンネルと、メインチャンネルの、登録者数の合計150万人を実はちょっと目標にしてたんですけども、そこにはちょっと、遠く及ばなかったので、遠く及ばなかってもなかったか、今105万人かな。メインチャンネルが、105万人で、実写チャンネルの方が39万人だから、まああと4万人くらいかでいけたかなと思うんですけども、まあこの機会に、よければ実写チャンネルの登録を皆さんぜひぜひお願いしますなんか宣伝っぽくなったけど、料理動画とか、釣り動画とか、アウトドア動画とか、今度投稿するサバゲー動画とかね、いろんなことやってます。最近だとライトセーバーでねブン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 振り回して、シュリさん、豆腐さんと3人で振り回してる動画がなんかちょっとみんなから好評を得ているんですけど、
面白い動画いっぱい投稿してますんで、ぜひぜひ実写チャンネルの、登録をお願いします。登録方法は、説明文ですね、画面下スクロールしてもらって説明文にあのリンクがあったり、パソコンから見てる人は今、画面をクリックしてもらえば、飛ぶようにしておきますので、実写チャンネルの方を登録よろしくお願いします。ちょっと駆け足になっちゃったんですけども、こんな感じで2015年、皆さんの応援のおかげで、楽しませていただきました。2016年も、逆に皆さんを楽しませるような、イベント出演だったり動画だったり、主に動画ですね、動画だったり企画だったりで、一緒にねゲームをしたりとかそういうのもやっていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。2015年とってもお世話になりました。来年もよろしくお願いします。それでは皆さん良いお年を。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンから見ている方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして登録ボタンか登録 URL からよろしくお願いします。この動画の続きを見たい方は再生リストの URL をタップしてご覧ください。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンをクリックして登録再生リストよろしくお願いします。赤髪の友の実写動画チャンネルでは料理やお菓子作り、釣りやキャンプ動画などいろいろなことに挑戦しているので、こちらもぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。